ウィリアムズの姿を描いた、ウェンファーザー・ペイパード・ザ・パーラーの楽譜の表紙。ビリー・ウィリアムズは、活動当時、また歴史上も、最も数多くの録音を残したエンターテナーの一人。出生名は、リチャード・アイザック・バンクスと言ったが、出身地であるオーストラリアを離れて以降、名を変えた。ウィリアムズが残した500曲以上の録音は、彼が若字にした1915年以降、 長く何万枚も売れた。メルボルンに生まれたウィリアムズは様々な仕事を経た後、芸能の世界に入り、1899年にイングランドへ渡った。ウィリアムズは当時、コーラスソングとして知られていた曲をミュージックホールで歌って人気者となった。また、パントマイムも演じた。1906年、ウィリアムズは最初の録音を行い、以降、シリンダーやディスクに 多数の録音を残した。1910年、ウィリアムズは母国オーストラリアに戻って広範な巡業を行い熱狂的に歓迎された。同年の遅い時期にイングランドに戻ったウィリアムズはソングライターのフレッド・ゴッドフリーとの共同関係を続けた。二人は歌工場と表現されるように協力した、働いていた。1912年は ウィリアムズの絶頂期となり、この年の最初のロイヤルコマンドパフォーマンスに出演し、全国が味覚士から絶賛された。しかし、この名声は長続きせず、1914年後半に病を得たウィリアムズは、1915年3月にブライトンに近いホブで死去した。その死因は、敗血症性前立腺炎と、その手術に伴う合併症であったが、世間は、 それまでのやり放題の社交生活と結びつけて様々に噂した。ウィリアムズはイングランド南部ウェスト、サセックス州、ショア・バイシーのミルレーン墓地に埋葬された。破壊詞は家族と同じ区画にあり、次のように記されている。ビリー・ウィリアムズはオーストラリアにおける最も初期のプロゴルファーで1911年に 創設されたオーストラリアプロゴルファー協会の創設メンバーあったリチャードとローリーのバンクス兄弟と兄弟であった。ウィリアムズはエイミー・ロビンソンと1901年に結婚し、彼女は夫の死後61年間ほど生き延びた。ウィリアムズとエイミー・ロビンソンの間には4人の子供たちがいたが、ウィリアムズの死後、エイミーと共にオーストラリアへ渡り、その地でその後の人生を送った。 ウィリアムズの孫やヤ宗孫はオーストラリアのシドニーに住んだ。ありがとうございます。